美濃ーダキ用が綺麗な美濃山美濃山は大阪府美濃市に位置する山である。北雪山系に属する。通称美濃の山。美濃山という地名は標高355メートルのピークのみを指し示す場合と明治の森美濃国定公園の美濃山一帯の山々を指し示す場合がある。大阪市近郊にありながら、府内のほとんどの昆虫、数多くの野鳥、 哺乳動物、両生類、爬虫類、魚類などの生息する自然の宝庫である。山の低層一帯は、丘陵性の産地であり、地質はおおむね古生層だが、一部には、花崗岩や石栄泉緑岩が露出しているところもある。東海自然歩道の西の起点である。山の上部には、美濃川ダムがある。美濃山の横には、毎年渋滞で混む、ドライブウェイがあり。 日本ザルが多く生息する。近年、天然記念物の日本ザルが観光客などに襲いかかる被害が増え、問題となっている。また、美濃山近郊が明治の森美濃国定公園に含まれている。もみじの天ぷらが阪急美濃線美濃駅付近で売られている。美濃山へは、滝道の当人、霊園の南にある分岐点より三国峠方向へ向かう登山道に入り、 宮頭を登ったところにある。当人、霊園岩の南にある分岐点から約20分、三国峠から約10分。天井が竹と道屋敷へは、美能の滝の北にある百年橋から、自然探求路2号に入り5月山方向へ、約1時間で天井がたけ、さらに、千約30分で道屋敷に達する。関西日帰り山歩きベスト100岡広 としみ実業の日本社2007年7月8日発行 ISBN978 から4から408001586大阪の山歩き100中西武雄チョピー 40ISBN978 から4から779510724美能山自然ハイキング美能山並ネット美能の森ハイキングマップありがとうございます